続きだね。これからも幸せな人生を送れると思ってきた。さあ、あんたに私は聞きたいことがある。おい、あの虫を倒せたのね。はい、こんばんは、島津です。本日もですね、そうですね、トイレの花子さんやっていきたいと思います。前回ですね、もうトラウマレベルのね、蜘蛛の化け物がね、現れて、まあそこら辺探索したところで終わりましたね。そして念願のセーブポイントをね、見つけることができました。で、ここはね、セーブするのは有限で、小判がね、ないとセーブができないってことが分かったので、あとね、2回しか現状できません。だから、まあ、節約しつつ、行きましょうかね。とりあえず、図書館の鍵、図書室の鍵がね、手に入ったんで、3階に向かいましょう。確か3階でしたよね。来てた。1階に降りてこんよな。1階には降りてこんわ。あれ？待って待って。あの雲髪の毛生えてない。昨日撮ったやつ坊主だったよね。 あ、どこ行ったあいつ。え？消えた消えた消えた。あいつ坊主だったよね、昨日のやつは。なんか髪が今ふっさって生えてた気がします。まあ後から見ようか。そうか、今日またね、アップデが入ったみたいで、それに伴った修正かもしれませんね、髪の毛。あった、図書室。じゃあ入りましょうか。OK。開いた、開いてる？これ。開いた、開いた、開いた。何があんだ、ここは。これは何ですかね？カレンダーかな？多分。特に、物は何もないけど。待って、襲ってくるかな？イベント発生しそう。ないね、何も。あ、奥があった。広いな、この図書室。でも何もないよ。3回のマスターキーが必要。あ、あったあったあった。ラバーカップ。ラバーカップ。スッポンですね。スッポンゲットしました。トイレか。どっかが詰まってんだね。お菓子のレシピ。どっかがね、あ、これは？保健室の鍵来た。どっかが詰まってってるからスッポンしてくれと。マスターキーか。OK。いない。下だね。下に向かいましょう。大丈夫そうですね。あった、保健室。保健室、保健室。開いた。保健室は？絆創膏ありそうだよね。あった。2個ある。ラッキーラッキーラッキー。絆創膏。ありがてえ。OK。これで3回回復できますね。あとは？いや、なんかあるでしょう。絆創膏だけに、絆創膏だけのために飽きたわけじゃないよね。あ、保健室これ、絆創膏を取るだけのところだったみたいですね。ってことはこのラバーカップか。チッポンしてあげないといけない。トイレ行こうか、トイレ。トイレでチッポンして、何かを取り出しましょう。あ、あそこかもね、花子さんが出てきたところ。あそこしか扉開いてないもんね。ということは2階か。いや、違う、3階だ、3階に行きましょう。ちょっと見とこうか。あの雲。俺はここだぞ。こんか。って言ってこないんだよね。こういった時に限ってこないよね。ここだね。入るよ。はい。閉めて。あれ？ここが開いてたよね。ん？待って待って。あ、入れる入れる。ノックする。どう？おお、これ、
誰誰誰誰誰誰今の。夢ちゃんとかじゃなかった今の。別の人？別の人っぽいね。夢ちゃんとかではなかったみたい。で、ここだ。違う？いや、詰まってるわけではないですね。詰まってるわけではない。できない、できない。あの子多いってことか。あ、これあった。鈴木だね。これからも幸せな人生を送れると思ってきた。それなのに、嫁入り前日に捨てられた。お前より守りたい人ができた。そう言った。私よりも何もできなさそうな女。あんな何も努力したことのないような女がいいなんて。ありえない。許せない。こんな恥をかかされるなんて初めて。ひどい心が、醜い心が私を支配する。体もだんだん醜い心に染まっていく。綺麗ね。心が、すさんでしまった私にそんな言葉をかけてくれるなんて誰。花子ちゃん、あなたこそ、相変わらず可愛いわ。小学生の時私たちはトップ2と言われていた。ねえ、遊ばない。その言葉に心躍った。この日記の主は花子ちゃんと同級生だったみたいですね。この流れからいくと、あの蜘蛛の、化け物が、この日記の主でしょうね。嫁入り前に捨てられたか、あの嫁入り前っつうか、そうだね。まあ、どん底ですよね。日記の内容としては、大人っぽい話になってたから、そうだね。大人になって、失意のどん底に落ちてたところに、花子ちゃんが来た。ほらほらほら、髪生えてるもん。危ない危ない危ない。いや、怖っ。本来これだったんだね。バグってたんだ。坊主だったもん。怖っ。お今ね、理科室に来たんですけど、シンクが詰まってるって出た。OK。汚いし、臭い。絶対に手を入れたくない。ここでスッポン使うんだ。ていうか、この程度ならもう取りなさいよ。今ね、生きるか死ぬかの瀬戸際ですよ。汚くて臭いか、おぉ、びっくりした。汚くて臭いからってそんなこと言ってる場合じゃないよ。もう泥水をすすってでも生きないと、まったく。まあ道具があるからね、今回は、これで、抜きましょう。抜けた。これは？なんだった？蜘蛛の巣スプレーだって。何蜘蛛の巣スプレーって。蜘蛛の巣スプレー？なんだ？蜘蛛の巣を溶かしてくれるスプレーですかね？ぽいね、ぽいね、ぽいね。OK。じゃあ、蜘蛛の巣のとこ行こうか。来てる、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 来てる。確か、コーン奥だよね。蜘蛛の巣があるところ。ここ。蜘蛛の巣スプレー。はい。シュー。消えた、消えた。さすが。はっ、来た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 、花子さんが。ね。足を組んでね。首を長くして待っていた、あの知恵。これは？取れない。このリボンは何を意味してるんですかね。電球がないみたい。電球で？あ、そうか。光か。強い光が当てて。倒すんだね、おそらく。あ、待って、あそこに何かいる。あれ、何？誰？立ってるの。立ってるよね。誰だ、あれ。電球がないみたい。あ、開いてた。降りられますよ。降りたくねえけど。あ、違う、花か。花でした。うわ、懐かしくない？みんな。体育館の裏側。そう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 、これね。これでぐる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 回して、なんだ。これ。これなんて言うんだっけ？ごめん。正式名称が出てこないんだけど、このね、布をね、開けたり閉めたりしてたんだよね。膜か。膜を。膜を開けたり閉めたりしてたんですよ。いや、マジで作りがね、自分が、通ってた小学校と同じ作り。
すんげえ懐かしい。また、小学校行ってみたいわ。これは、取れない。これ、下降りるパターンですね。きっと。ちょっと、いろいろと構造だけ確認しておこうか。こっちには何があるんだ？あ、開いてる。これ何？何室？わからん。何室か。何？怖っ。怖い怖い怖い。こっちも、OK、ライトね。うん、電球がないみたい。下にあるんだろうね。下のどっかに、電球が。OK、理解した、理解した。構造は。どっち方面からでも、さっき入ってきたところに行けますね。じゃあ、降りましょうか。降りたら即イベントかな。どうだろう。はい。蜘蛛の巣あるね。ほら。通れる？あ、通れるっぽい。ここは大丈夫。ないな、電球ないぞ。絶対バトルだって。あ、これ蜘蛛の巣じゃねえわ。冷気だ。冷ややかな。下に溜まってんだよ。ちょ、待って、何すればいいの？これ。これも懐かしいな。これさ、何の用途でさ、ね、作られてたのかね。あれだっけ？運動で使うやつだったっけ？これ。ストレッチとか。あ、そんな感じだったと思います。ないですね。電球らしきものは。あ、下が開いてるよ。行くんか。こっちに。いや、鏡だ。鏡だった。開いた。は？何これ。この音だったんだ。この音と煙だったんだ。光が当たってね、シューシュー、燃えてる？光にね、この物体弱いみたいですね。ちょっと待って。あっち行くよりか、まず周りを見る。体育館の鍵が必要。体育館の鍵が必要。なるほど。取るか。取ろうか。これは？来たよ。何？あ、雲来た。やばい、怖い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 。めっちゃうなってんだけど。電気あった。OK。来てない？こっち。大丈夫？来てない。OK、わかった。取るのね。電球を。これは？コンピュータ室の鍵ゲット。電球ないな。うわ。あれ、さっきの子だっけ？さっきの子かもね。あ、下に子グモがいる。待って、電球1個しかないんだけど。子グモ来てない？これ取れねえか。待って。どうすかな、これ。今うちに。ちょっと。開いた。閉めて。おお。ドキドキ。はしごゲット。こうだな。バレちゃった。え、ずるいよ、その透視能力。いけないな。当たんない。ちょっと待って。
おお、怖っ。閉めて、電池に行こう。他は泣かないの。雲来た、雲来た。電球、電球。オッケー、2個目ゲット、2個目ゲット。来てんな、前方にいるな。いた、いける、いけるか。撤退した、撤退した。危ない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 。やばやば、あいつの命中精度。ここじゃない。待て待て、ごめんごめん。ここじゃない。こっちこっちこっち、奥行く。危ねえ危ねえ危ねえ。閉めて。危ない危ない危ない。とりあえず電球つけましょうか。1個目の電球つけようか。2個しかないね。あと2つどこだろう。ほれ、暗い暗い。聞いてるこれ。あ、あ、オッケー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 。普通のね、懐中電灯の光効きますね。これ倒しといた方がいい気がする、効くんだったら。うん、どうだ。行ってくれ行ってくれ行ってくれ。危ない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 。痛っ、食らった。え、何、どんくらいダメージ。 5%5%。 マシンガンみたいな感じだね。オッケーオッケー。まず1個潰した。あ、この中に電球入ってるんじゃない。入ってそうね、この中に。まあ、とりあえず一発当たり5だったらいいか、まだ。うん、危ない、走れ、撃たれるぞ。で、これさ、奥じゃない。あ、ここ隠れんだ。はいはいはい、理解した理解した理解した。あぶねえ、あぶねえ。マシンガンセット。よしよしよし、当たった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 。聞いてる聞いてるかな。暗い。危ない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 。頑張れ頑張れ頑張れ。落ちろ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 、早く早く落ちろ。よし、中落ちた。アイテムは、アイテムなし。ここオッケーオッケーオッケー。はい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 。いて、いて、いて、早く早く。よし、避難。85、大丈夫大丈夫。ちょっと下に降りて確認しようか、割れたものを。あったあったあった。電池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 。オッケーオッケー、理解した理解した理解した。危ない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 。オッケーオッケーオッケー。これで全部の繭割れますね。落ちて。お、待って、なんか叫び声が聞こえたよ。なになになに、今のキャーって、なんだ今の叫び声、なんですかね。え、もしかしてさ、真夜中に人がいてさ、落下死しちゃった。今の流れ大丈夫かな。落下死してないこと祈る。いよ、いた、やばいやばい。小雲が来た、小雲が。よし、いった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 、小雲いった。待って、小雲からどんくらいダメージ受けた。いや、そんな受けてない。だいたい雲の一撃は 5%。 ちょっと待って、危ない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 。怖い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 。やばい、暗い暗い。なんだな、電気あった電気あった。やばい、走れ走れ。おお、危ない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 。電気あった電気あった。やっぱ
こん中に入ってんだね。はい、待って、ゆめこちゃんいた。助けてくれてありがとう。あ、そういうこと？さっきの叫び声、ゆめこちゃんが真夜中に囚われてたんだ。で、落ちて割れた拍子にキャーっつって逃げたんだ。あ、よかったよかった。あの、落下死してなくてよかったわ。なんか後ろに女の子いるって思ってね。助けてくれてありがとう。え、私はなんてことをしてしまったの？だから罰が当たったんだ。エリが大変なことになってる。私、実は1年生の時からずっとエリに嫉妬していたの。エリは正義感が強くてみんなに優しくて、コミュニケーションを取るのも上手だからみんなに好かれてて、それに比べて私はコミュ障で相手と壁を作っちゃうし、エリのお飾りでしかない。エリは何も悪くないのになんか気に入らなくなって、だから花子さんを読んだ時思わずエリを思い浮かべちゃったの。あのいじめっ子じゃなくて、ごめんなさい、全部私が悪いの。私なんてひどいことを。ゆめちゃんが泣いてる。あのいじめっ子じゃないって今言ってたんですけど、ゆめちゃんって別グループにいじめられてたんですかね。でもそいつのことを考えるんじゃなくて、エリちゃんのことを考えちゃって、今エリちゃんがやばいことになってるらしいですね。どこにいんのかな、エリちゃん。まだ落としてない前のどっかにいるかもしれないですね。探さないと。あとどこだ、眉。あ、ここ。あ、これダメだ、上に行かないとダメだ。ちょっと呼吸していきましょう。ちょっとさすがにしんどい。行こう行こう。上に登らないといけないね。あ、電気あった、ラッキー。4つゲット。 OK。 でもまあ一応眉壊しとこうか。この中にエリちゃんいるかもしれないから。早く、バレちゃう。OKOKOK。 眉壊したけどエリちゃんはいなかった、ここには。ゆめちゃんだけだった。いたのは。じゃ、電気をセットして。暗い。あと一個。あち。オッケー。すげえ。あそこつければ終わりなはず。オッケー。走れ。雲なっすん。おつけ。これくれ。あ、電球がなかった。ごめん。はい。オッケー。浄化成功しました。下の雲はピンピンしてんだけど。ね、下の雲ちゃんはピンピンしてる。浄化には成功したよ。消えてるかな、下の雲。いや、ピンピンしてる。オッケー、雲倒しましたよ。くそ、ピンピンしとくなよ。ボス死んだんだぞ。ボス浄化されたんだぞ。なんで お前ら子分は生きてんのよ。これ何？あ、来た。儀式用のろうそく。これ3つ集めないといけないっぽいね。そうだね。なんか、流れ的にはあと1個だよね。おそらく3つだと思われる。待って、なんか、なんか登れるものないかな。あ、はしご？はい。ん？ちょっと待って。来た。ああ、こっから、ショートカットして、なんかいろいろできたんだね。あ、あの女がいる。しまったな。これ使えばね、効率よく戦えましたね、まだ。で、ゆめちゃんは？助けてくれてありがとう。あ、ダメだ。ゆめちゃん同じこと言ってる。ゆめちゃん、ここ隠れといて。動けないんだったら。ちょっと、エリちゃん探してくるから。で、待て。だから、お前ら子分はなんでピンピンしてるのよ。マジで。さあ、あんたに私は聞きたいことがある。おい。あの虫を倒せたのね。
虫は所詮虫ね。それ以上でもそれ以下でもない。そう思わない？さまようものはまだ周りにいるわ。まだまだ気をつけて。見つかったら、相手が近づく前になんとかしないといけないのを覚えといて。彼女が見える時だけ、あなたに危険が及ぶわ。彼女が見える時だけ？花子さん来ちゃう？ついに。ついにこの学校の親分が来ちゃう感じですかね。待って、何手に入れたんだっけ？ちょっとここで確認しとこう。コンピューター室の鍵手に入れたんだったね。OK。ちょっとちらっとコンピューター室のとこ行って、そうだね。セーブして終わりにしとこう。コンピューター室って、ここだったよね、確か。2階にあったはず。ここだ。コンピューター室が ありました。中には？イベント入った？あ、花子さん。花子さんか、これ。誰かの首持ってる。え、エリちゃん？え？エリちゃんの首持ってる？まさか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。